ゲートヒゲだるまです。はい、ということで本日はヒゲだるまが夏祭り1日店長ったらどんぐらい売り上げ立てれるのか、そういう企画なんです。どんぐらい売り上げ立てれるのか。そうなんだ。ゲリラ屋台とかじゃないんだ。ゲリラ屋台でどんぐらい売り上げ立てられるのか。本日はね、説明はどうしよう。どうしよう。去年、はい、海の家の1日店長やりました。はい、今年も海の家の1日店長やるかってなった時に、はい、いや、また新しいことをやっちゃおうよと、うん、夏祭りの屋台だってなったわけですね。なったわけですね。そこで僕の地元朝霞の彩花祭っていう祭りがどでかいんですよ。はい、まずその前に朝霞がどこの県にあるかみんな知りません。知らない？はい、知りません。知らないの？知りません。朝霞って有名じゃないの？埼玉県朝霞。埼玉県朝霞市の彩花祭っていう、祭りがめちゃくちゃいい、でかくて、はい、どうせなら地元の屋台でやりたいなと思って、ゴーマの先輩が屋台をね、もともとやってたんで、はい、そこで急遽一日店長をやらせていただくことになりました。はい、今年は初めての夏祭り参加ということで、はい、俺らも見てわかる通り気合が入ってます。ああ、気合バリバリよ。はい、ただね、今回ちょっとその突然の告知をしてしまうと、はい、祭りの会場自体に迷惑がかかっちゃうかなということで、今回はもう一切告知はせずに、はい、ゲリラです。はい、マジでゲリラです。はい、まあ、その上でね、どんぐらい売り上げを立てられるのかっていう、はいはい、100円になってます。はい、夜にかけてね、やっぱ祭り人が増えてきて思って、はい、ここから人がバッて集まった時に、じゃあどんぐらいじゃあ、ということはできるのかということで、はい、今回の動画を楽しみください。よし、じゃあ、早速じゃあ屋台の方に行きますか。よいしょ。本日お世話になる屋台でございます。ゴーマのつながりでね、本日店長やらせていただくことになりました。お願いします。お願いします。この祭り用にね、今回僕らもう登りを作りました。ダバババババ、いいね。お昼の時間はかき氷と、飲み物売ります。人が集まるのが夕方ぐらいからだから、4時半から、焼きそばを、メインの焼きそばを作っていこうと思います。はい、じゃあ早速営業していきますか。やっていきましょう。はい、今日100万円するぞ。ヨホホーヨホホー、今から始めていくんですけど、はい、僕ら何も分かんないんで、かき氷中、はい、やり方教えてください。はい、ということで、始まりました。はい、はい、持っていくんで。あ、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。でもこれ中まで染み込ませないと面白いよね。はい、かき氷チューン。はい、ありがとう。ありがとう。とりあえず、まあ、一旦軽くチームの前半ぐらいが終わった。そうね、そうね。まあ、まだ人もそんなね、めっちゃいるわけじゃないから、一回まあ、他の標高の調査しに行こうかな。標高の調査だね。そうしよう、そうしよう。俺はもうせっかくなら松井楽しもう。はい。ただ俺はね、キュウリで一本付きを食いたい。とにかく。さっき食ってる人いたよな。ああ。牛串。牛串。あ、牛串。じゃあ牛串。ありがとう。はい、お願いします。じゃあ3本。はい、すみません。はい、すぐ焼きます。あ、いいね、いいね、やろうか。最近一緒に飲んだ時とかも絶対にどっちが払うかをジャッキーに言って、ゴーマも入れるやつ。そうね、ゴーマも入れるやつ。お得意ジャッキー、ポイ。はい、ゴーレッシュ、はい、ゴーレッシュ、ゼロ。お得意ジャッキー、ポイ。いやー、やったぎねーな。はい、チーム開けてみる。はい、じゃあちょっと一回見て、また見て、ここに戻ってきます。わかりました。はい、行きます。ありがとうございます。いただけるんですか。これがね、もうちょっと焼き上がるんで。せーの、お願いします。
俺もいるから。
しはい、ということで、焼きそばも残り10食になりました。10食これ分でもう終わりです。これで終わりですか。もうこれ10食もあるから、はい、なんで残り10食を売り切ったら販売ということで、はい、はい、もう少しでいい。じゃあ売り切って行きましょう。焼きそば1つとパスタ。レモンさまありがとうございます。これで焼きそば完食です。乾杯。はい、ラスト焼きそばです。はい、ありがとうございます。写真撮りましょう。撮りましょう。ぜひぜひ。はい、ということで焼きそば300食完売しました。そしてね、9時になって全部の屋台も閉まりました。はい、でね、今回この売り上げっていうのは全てはい、朝霞の子ども食堂に寄付させていただきます。で、今回材料費が4万かかって3、4万で、今回のその、300食で300円なんで9万円売り上げあったんで、4万円なんで5万円、まあ、そんなに大きい数ではないんですけど、5万円を今回寄付させていただくという形で、はい、今回告知はしてないんで、今回たまたまいて焼きそばを買ってくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。まあ、また来年もやりたいね。やりたい。海の家も楽しいし、はい、夏祭りも楽しいし、はい、まあ、こういうのをなんか毎年やっていくのがなんか一個の夏の思い出かなみたいな。間違いない。しかもこれがさ、なんかすげえ俺らの中でやってみたかったことであり、いつまで年取ってもなんか青春みたいな感じがあるわけだから、そういうのをずっとやっていきたいなっていう気になるもん。まあ、告知して上がるタイミングがあったらぜひね、皆さん遊びに来てください。はい、ということで、今回もありがとうございました。次回もお楽しみに。ありがとうございました。